さあ始まりました、いい歌な MC の中山浩太です。同じく MC の大崎ゆきです。お願いします。お願いします。もうこのカッコにもだいぶ見慣れてきましてですね。そうでしょ、はい、なかなか見慣れたら良くないですか。いや見慣れなくてもいいんですよ見慣れた方がちゃんと仕事に集中できるって言いましたなるほど、はい、次回から気をつけてください。ありがとうございます、はい、もう最終的に真ん中あの星のシールだけ貼って出てくると思うこうですか。そう、テレクラのね昔の広告みたいな、若い人は分かんないと思いますけどもさあというわけでございましてですね、本日も、ゲストの方に来ていただいてます。本日のゲストはこの方です。どうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。本日のゲスト川崎拓也さんです。よろしくお願いします。お願いします。あのですね、早速生歌を、はい、今日はなんとですね、あの全公演に分かれて、どこに散りばめるか分からないですけど3曲も歌っていただきました、はい、もう むちゃくちゃええ歌ですよ、ね、ありがとうございます。なんでこのでもメガネかけてる人の今までの史上で一番声太いです。よっしゃよっしゃ、聞きましたあなたあの声。いやめちゃくちゃかっこよかったです。メガネはだいたい軽いんです。じゃあ僕のイメージはあるんですよメガネの人の歌声であんなに重いのかと。あ確かに。いやこれはね、あの早速ね初めに申し上げたいんですけども、このね、番組内でも歌っていただいてます魔法の絨毯という曲が、はい、こちら TikTok を中心に、はい、大バズりしまして。大バズり、ありがたいこと。これも認めざるを得ないですよ、大バズりですよ、ね、自分であんま言わないですけどね、はい、大バズり言わないんですけど、はい、あのね、おそらく推定マネージャーさんなんですけども社長さんです社長さんね、あの関西人やと思うんですけども、後ろでも数字の話ばっかりしてましたからえぐい1億回とかですよ。いやー、川崎さんの曲、魔法の絨毯という曲を使った、その TikTok の再生回数1億回、そして使ってる、はい、曲を使ってるユーザー2万人以上、うん、ちょっと聞いたことないので、はい、これはあのそういった数字の話はですねあの後半でたっぷり聞かせていただきます。気になるじゃん数字の話ね。いや本当にね、まあ、ちょっと前半ですね、別のことを聞きたいなと思うんですけども、はい、まずこちらね、川崎さんは小中学校の頃、私中山浩太に顔が似てると言われたと聞いたんですけど。そうなんですよ。これちょっと笑顔いいですか。これ宣材ありましたよね、こういう。あ、ありました、宣材。前髪短めの、はい、あれですね。ちょっと眼鏡は、眼鏡外しは OK ですか。まあ素敵。まさきちゃんどう思う。いやちょっと似てません。いやでもむっちゃ可愛い顔してるから僕は嬉しいけどそんなちょっとちょっと失礼失礼やな。あとあれやね、そのでも小中学校の時やから確かにごめん俺のせいやと思う、面白くはならんかったよでも似てないよ、だってすごい。なんか当時は似てたんですよね、口大きいから、うん、で僕、はい、自慢的な歯並びだけ綺麗んで、あ、はいはいはい、で川崎さんめっちゃ綺麗じゃないですか、うん、似てますよ。そうですね、もう一回やりましょう。やめときましょうか、はい、そうですねこれは違う、そうですね、すいません編集技術ないんですけど手動でカットしますハサミ入れときましょう、もう申し訳ないです、そしてね、もう一つ気になったのは、はい、川崎さんをですね、まあ、いつもね、アーティストの方に聞いてるんですけども、音楽以外に好きなこととか興味のあることありますかという欄に対しましてですね、ナイキのスニーカーが好き、はい、そうなんですよ、あんまり音楽以外好きなものってあんまり特にないんですけど、はい、でもその中で好きだなって思うのはナイキのスニーカーかな、うん、すごい、ね、聞いて嬉しかったんですけど、僕も本当に好きで、僕本当にね、毎晩もう寝る前に絶対ナイキのスニーカー見て、スニーカー、はい、スマホで見て一緒です、もう寝るんですよ。わかりますよ。ちなみにね、これ多分見てらっしゃる方とかね、若い方とか好きな人多いと思うんですよ、ナイキのスニーカー、はいはい、で、いかに川崎さんが渋いとこついてくるかなんですけどこれ今日履いてらっしゃった、はいはい、AMAX95 って、はい、イエローグレーじゃないですよね、あれどういった、あれは、はい、OG なんですけど、 OG って言ってもちょっとあれなんですけど、確かにオリジナルモデルで、復刻じゃなくてオリジナルモデル で、うん、でかつあれは日本に出回ってなくて、うん、日本に出回ってなくてなんかすごい、なんか自慢たらしいな。いやメガネのせいかな。違うんですよ、US モデルで、 US モデル、 US にしか出回ってないので取りやすい。これね、わかります？全然わかんないです。女の人は履かない人も多いですからね、男子の憧れみたいなとこあるんで、うん、確かにこれがすごく渋な履いてらっしゃって、
一方僕は、今日履いてきたのはナイキの、あちらはエアマックス270リアクトの、SE ですね、スペシャルエディションです。はいはいはい、なんかこれ非常に履き心地がいいので、多分ね渋いとこついてる2人やと思うんですよ。そうなんですね。さっきも軽くね、いろいろ話しました。そうなんですね、ちょっとあの話させてもらったんですけど。というわけでですね、今回こんなコーナーをご用意しました。はい、気分は高輪の息子さん、ナイキスニーカーデザイン勝負。よいしょイメージ壊れるから。いらんよ、そんな。いや、今のは。あの、TBS スター感謝祭みたいな。今のは言わんと。いや、言わんのはダメですけど、あんなかっこいい感じで歌ってたから、あ、よいしょって。どうしても言わんと、今のは。嬉しいですけど、なんか見てみるとどう思うかなと思って。というわけでございます。ありがとうございます。はい、コーナーの林舘でございました。今回はですね、今から、川崎さんと僕、一緒にですね、はい、それぞれ理想のナイキのスニーカーを、履いていただきます。そしてイラストだけじゃなくて特徴とか、ここはこんなやったらいいなという材質であるとかね、もちろんナイキを象徴するスウォッシュのマークもこんなんもありますので、そちらを書いていただいて。書けるかな。いや、これね、絵のうまさとかじゃないです、はい、僕も下手なんですけど、僕もって失礼しましたけど、その理想を、はい、そのこんなナイキがあったらいいなというのを書いていただいて、そしてその上で、こちら大崎さんにですね、はい、まあ、例えばこれと履きたいな、どっちが履きたいかな、もし彼氏がいたらどっちに履いてほしいかなとか、どっちの靴が好みかなと、それを決めていただくというコーナーでございます。はい、さあ、それでは、はい、こちらにございます。すいません。いやー、ある程度ね、いけるかな、あるんで。あるんすか。ちょっと後ろから見ていただいて。あ、いいんですか。なんせこのコーナー考えたら僕ですから、もうすでにありますよ。いや、ずるいな。むちゃくちゃずるいですよ。ずるいな、絵心がなんせ。僕もね、絵は下手なんですけど、漫画家になりたかったんですよ、本当は。なんかでも、神様ってね、そういうの望んだものをくれないみたいで。でも、ナイキってあれがありますもんね、その自分の好みの色にしたら2ヶ月ぐらいかけて、はい、言ったら作ってくれるサービスが。そうですね、ありますね。あれたまにやる人いますね。はい、あ、これめっちゃかっこいいかもしれない。これもなかなかいいですよ。あ、買ってまこれいい感じですよ。ちょっと中山さんのは何を書いてるかちょっとわからない。わかりますって。あなたはそのナイキを知らないから。いや、靴ですもんね。ナイキ知ってる人からしたら靴です。靴ですね、一番靴ですよ、僕書いてるのが。そうだな。あ、やっぱりこういうのがあった方がいいわけですよ。いや、ちょっと いい勝負かもしれない。え、まさか。ちょっとあなたゲストですよ。いやこれは期待してほしくない。こっちの方が NG かもしれない。いやこれはね、結構ね、ナイキの本社の人とか見てたら、おー、ベリーナイス YouTube って言って、ベリーナイス YouTube。 はい、ひょっとしたらね。僕はもう行けました。はい、行けました。本当。これはちょっと歴史覆しますんで、じゃあ川崎さん、見せていただいてもよろしいでしょうか。行きます。ここからカメラさん抜けますでしょうか。はい、大丈夫ですか。僕が考えたものをお出しします。川崎さんの理想のナイキ。じゃあ違います。説明させてもらっていいですか。いや、ごめんなさい。説明させてください。ごめんなさい。こういうのあるから。違うですよ。いろいろこだわりあって、うん、まずこの足首の部分は布の素材なんです。はいはいはい。柔らかいわけですよ。はい。なのでまず履きやすいっていうところが。これひょっとしてこの縦の線からしてそのソックスみたいな。そうです、そうです。布っぽい材質なわけですよ。これは好きです。で、ここにちょっと僕は絵描けなかったんですけど、ちょっと高屋ですから、はい、ちょっと鷹のモチーフのちょっとロゴっぽい。そう、漢字が入ってるわけではないんですね。じゃないです。これ誰が見ても漢字が入ってると思いますけど。そうじゃないわけですね。鷹の絵が入ってます、ここには。なるほど。で、ママはちょっとエアマックスっぽい、あのエア入れつつ、ちょっと AMAX90 あたり思わすかのような、ね、エア入れつつ、うん、ちょっとやっぱ音楽やってるもんですから、はい、ちょっとなんかいい感じに音符とかのね、なんかこう、いけてるでしょ。ちょっと待ってください。音符とかのね、歌かっこいいけど、絵ダサいけ。音符とかのね。それはこれ音符やったんすか。それは僕、ひび割れてるのかと思って。
大琴が入れて、靴ひもは靴ひもは あえてない素材の、ああちょっと好きかも、履きやすいですね。そうなんですよ、もうやっぱり靴ひもとか煩わしいんで、うん、スッと履けるスリッポン的な、あこれはかっこいいものにしてまして、ちょっと僕のサインとか入れつつ、確かに絵はあんまりですけどサインも入れてイメージできますよね。できますし、あと、はい、これ高の字はもうこのままでいいぐらい字はうまいですけどね。いやいや、ポバって書きましたけど、字の名前とはいえやっぱり自分のこう熱量が入ってる。なるほど、これはね、なかなかいいと思います。勝ちです、ね、いや、じゃあ私中山方の行かせていただきたいと思います。これも本当に覆したと思います。ほうほうほう、いきます、こちらです。これね、あのみんなね、エアーを下に入れすぎ、今まではもうここがエアーです。怖い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 、え履くところ、エアマックスでみんなが好きなところってエアーじゃないですか。そうですね。で、かつ僕はこれ、ごめんなさい、ストローつけてる状態ですけど、ストローここにあのサイダーを入れました。俺、はずいな、これちょっと。いや、違うんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。そんなことないです。これでいいんです。確かに僕は、あの、存分にボケてますよ、今。でも、無視してください。はずいな、これ。ここにサイダーを入れることによって、はいはいはい、今までのナイキのスニーカーの限界を超えたわけですね。あ、なるほどですね。喉が渇いた時にも、こうやって、ここに飲料、別にサイダー入れなくてもいいわけですよ。はいはいはい。あの、お料理する人やったらお醤油入れてもいいわけです。で、はあはあ、ここ。少しはパンなので、あパン固めのね、固めの、はい、で靴ひもがないと寂しいので、一番靴ひもに似てるであろう餅巾着を逆さまにしましたですね。これをすっぽりと足で埋めましたね。あ、埋めましたね、はい、埋めましたねって、うん、まあ、ナイキイートっていう、その食べれるっていう靴を作りました。確かにこれは歴史は覆しちゃいますね。覆しましたね。こんなもんボロボロになりますからね。これでバスケ選手でバスケやったらボロボロになりますから、コートが。さあ、大崎さん選んでいただきましょう。どっちを履きたいか。履きたいかですか。はい、履きたいそりゃもちろん。やったいや、でもあの中山さんがこんなにひどくなかったとしても、あのすごい素敵だなと思います。嬉しい。さすがですね。わかりました、ありがとうございます。はい、というわけでございましてですね、無責任なこと言いますが、こちら川崎さんのサインを入れて、1枚、プレゼントしたいと思います。お願いいたします。ありがとうございます。いい歌の宛てにメールをください。というわけでございまして、気分は貴乃花の息子さん、ナイキスニーカーデザイン対決でした。よいしょ、よいしょ。イメージ素敵なイメージが、ちょっと隣が